今日はヒップアップを目指す7種類のトレーニングを紹介します。スポーツマンにもおすすめです。1種目目です。まずは四つん這いになり大きく足を回します。内から外回し1回行います。お尻を意識しましょう。外から1回し10回行います。反対も同様に行います。お尻を意識することを忘れないようにしましょう。2種目目、四つん這いから足を90度上げます。3秒10回。こちらもお尻を意識しましょう。足を上げた状態から足を上に上げます。こちらは意外ときついです。お尻の意識を忘れずにしましょう。4種目目、四つん這いから足をできるだけ高く上げます。左右10回ずつ行います。お尻の意識を忘れずにしましょう。では5種目目です。横向きで寝て膝を少し曲げた状態から上の膝だけ上げます。この時かかとをつけたままの状態で行います。お尻を意識しましょう。左右10回ずつ行います。6種目目です。上向きに寝て手を上げお尻を持ち上げます。こちらも10回行います。
7種目目です。頑張りましょう。先ほど行った方法を片足で行います。こちらも左右10回ずつ行いましょう。お尻の意識を忘れずに行いましょう。お疲れ様でした。1日2セットが目標です。チャンネル登録お願いします。